オープン。どうも、こんにゃくやるです。いらっしゃいませ。私が本日大根とこんにゃくの塩煮っていうのをやろうと思ってるんですよ。これがですね、またね、おつまおつまみしか作ってないじゃん今日。でおつまみなんですけど低糖質なんですよ。なぜなら昨日食べ過ぎたわ。昨日食べ過ぎたのでやっぱ痩せるレシピをやりたいと。低糖質低脂質の最高の大根とこんにゃくの痩せ煮です。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介ですね。大根です。大根がね、250とか 220g ぐらいあったらいいですね。そしてニンニクが2かけ、そしてこんにゃく野郎ですね。以上ですね。すっごい簡単なレシピはこれやっていきたいと思います。はい、それではやっていきたいと思います。飲みはいいですか。何飲みって飲ませんの俺。もうそこも自由意志で飲ませんの。どうぞやるよ。いただきます。ということで、私がお酒に夢中になったところで開始していきたいと思います。まずね、煮物なんでね、煮物の時は大根の皮はね、ちょっと剥いてあげた方がいいんですよね。なんで剥いた方がいいのかっていうと、皮ってね、出汁吸わないんですよ、あんまりね。だから炒める時とかは皮をつけててもいいっていうレシピは僕あるんですけども、まあね、これね、こうやってなんか剥いてあげたらいいと思いますね。はい、剥いてあげたら、まあ、これ大根の皮が余ると思うんですよね。これどうしたらいいかっていうと、どうしたらいいかっていうと、ここにね入れるんですよ。はい、マヨネーズと醤油、マヨネーズ醤油と醤油ちょっとブラックペッパーと味の素だ。この一言でこれで開いちゃうんですよ。無限大根の皮です。いただきます。うまいね。皮食べてみんな。フードロス僕です。今から切っていきます。でまず大根ね、ちょっと紆余曲折がありましたけれども、まあだいたい 1.5 センチ角、1.5 センチ、ぐらいのができます。でこいつを、まあ、角切りにしたいんですね、結局は。で半分に切って、でこいつを、まあ、まあ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 こんな感じね。角切りにできました。こんな感じです。はい、これ角切りするメリットとして、大根って輪切りとかにすると結構煮込まないと味染みないじゃないですか。これちっちゃい角切りにすることによってかなり味が染みていきます。はい、で、あとニンニクですね。ニンニクはね、あとパーン、パーンと潰して、この潰したまんま入れちゃっていいです。お手つ切り落として、はい、パーン。はい、たらこんにゃくですね。これ嗅いでみてください。なんか臭いんですこれ。なんでちょっと洗っていきます。で、洗ったのはこちらですね。洗うときはぬるま湯でいいですからね。皆さん、蛇口からお湯出ますよね。お湯でやっていただければいいです。で、こんな感じで、切っていただいて、これね、格子状の切れ目入れるんですよ。ごめんなさい、ちょっと今切っちゃったんですけど、味が染みやすくなるんですよね。ここまでいったら、こうやって、切れ目入れます。切り分ける前に皆さんやってくださいね。切り分ける前にやるともっと楽です。で、これだけやったら、まあまあまあ、まあ、こんな感じで、はい、まあ、角になるような感じで切っていくって感じですね。はい、こんにゃくが大きいんで、まあ、ちょっとどんな感じになるかわかんないですけど、まあ、これぐらいでだいたい感じは取れてると思います。白だし大さじ2杯、あと水 200cc です。だいたい全体が被るぐらい、この状態ですね。で、これで煮ていきますよ、これね。はい、で、まず沸かします。はい、これをね、煮ていくことによってね、ギュッと味が染みていくんですね。そして、ニンニクがね、淡白な大根とこんにゃくにすっごい味を入れてくれるんですよ。周りが普通水って言ったら沸騰した合図なんで、これ沸騰したら、蓋をして弱めの火、弱火でね、弱火と中火の間ぐらいかな、20分から25分、煮ていきます。はい、ということですね、25分が経過しました。まあ、どうなってるんでしょうか。オープン。
おいしそうでちゅねー。この時にこれすごい重要なんですけども、大根1個拾って食べてみてください。僕竹止めなんで、もうちょい味欲しいんですよ。でここで何で調整するかっていうと、お塩で調整する。十分美味しいなと思ったら皆さんは塩入れなくてもいいんですけども、僕は一つまみのお塩ね、これを全体、こうすると、ね、味が締まる。で煮汁の感じはね、これぐらいちょっと残ってますね。でこれが煮詰まれば煮詰まるほどこんにゃくと大根にも味が染みていきますけども、ここら辺は好みなんで、はい、あのもうちょっと濃い味が好きだなっていう方はもうちょっと煮詰めていただいても結構ですけども、今もうめっちゃうまくなって、そしたら持ってっていいと。このね煮物はねマジうまい。こんだけシンプルでこんなうまいんだとみんな思うから、ほっこりするよ。ほっこりほこみち。白だしとニンニクの相性ってすごくいいんですよね。そして全体に七味をかけちゃいましょう。はい、こんにゃくと大根の塩に完成です。それではできました。いただきます。いただきます。地味なレシピなんですけども、バズレシピとは言えないかもしれないぐらい地味でもね、うまいんすよこれ。いただきます。うわこれさ、ほっこりさがいいんだよね。大根にこの汁だしの旨味がしみしみです。ずっと食ってける。白だしだけどすごく淡白になっちゃうんだけど、そこにニンニクが入ることによってパンチを効かすんですよね。だから大根とこんにゃくだけでめちゃくちゃ美味しい。出来上がった時すでに美味しいんだけど、そのままね30分ぐらい冷ましていくとギュッとこんにゃくと大根に味が入ってまたさらに美味しくなると思います。これは美味しいよ。そしてですね、これを一気に変化させる荒技があります。ラー油ゴー。ラー油が入ることによってパンチのある感じになるんです。真夜中の晩酌のおつまみはこれにしたわけ。ということでトッティジャス、いただきます。めっちゃあったかい味、しみしみでしょ。しみしみ、うまい。すごいなんか冬に食べたい。優しいんだけどどこか強さがある。どこか強さがある。やはり母のようなね、母さんみたいに優しく家族になろうですね。ありがとうございます。くごちそうさまです。くわはい、ということでさ、今回の僕にはなかなかなかったんじゃないかな、この地味な煮物なんですけども、マジで低カロリーでマジで満足感あってめちゃくちゃほっこり美味しいのです。ぜひ作ってみてください。